はい、ということで、前回、ハリボテ仲間を作りました、アヨツです、大原です。実はですね、ちょっとこの村、いろんな足りないものがございまして、まあ、例に挙げると、蜂蜜であったりだとか、砂漠であったりだとか、まあ、ちょっと大きく、まあ、外れるというか、まあ、結構欲しいものがありまして、エンチャントされた金リンゴであったりだとか、こう、拠点に引きこもってばっかで探索をサボっていたので、ちょいと前半パートではがっつりちょっと探検をして、それらを見つけられたらなって思っております。最低でもミツバチは持って帰ろうと思います。まあ、その冒険次第で多分ご飯やること変わるとは思うんですけども。何もなかったら長屋をまた作ります。ということで、本日もよろしくお願いいたします。はい、ということで、まだ埋まってないところの地図にやってまいりました。このマップは一応メサをちっちゃいやつですけど見つけてはいるのと、あと森の洋館があるんで、森の洋館があるってことはなんかデカめの平原とかもあってもおかしくないんじゃないっていう。これで関してはもうただの希望的観測ではあるんですけど、延長された金リンゴとかどうやって集めようかな。一個はいいんだけど、ちょいと旗の模様をですね、いろいろ今集めたくてですね、いろいろ見つかることを期待して、とりあえず歩き回ります。まあ別にしょうがないと思うんだけど、この地図上で川一枚で隔ててる感出してるけど、山ってことをね、ちゃんと書いてほしいよ。なんか、この薄い情報の中にこの濃い現実をちょっと隠さないでほしいっていう。また登るのめんどくせんだよな、俺。まあ、ただ、エリトラがないうちはな、こうやって歩くこともなかなかないんで、はい。エリトラ取りに行く期日みたいなもの、実はもう決めてまして、これからちょっと生放送、の中で、ちょっとエンドラを討伐しようかなーみたいなのをふわっと思っております。まあ多分近々正式な発表というか、ちゃんとした告知するとは思うんですけど、3月中には、はい、エンドラを討伐しましょう。ちょっとそれまでにはちょっと街も、エリトラに向けた整えとかもやっとかんといかんのでね。村だ。おぉ、ジャングルだ。ああ、いたー、よそ見してた今。めちゃくちゃどうせいねえだろうなって歩いてたからびっくりしたけど。いたぞ、いたぞ、いたぞ、いたぞ。お前んちどこだ？あれじゃない、あれじゃない、あれじゃない。これでしょ。これだ。まあ、2匹持って帰れば、とりあえず安心できるから。とりあえず1個目、1個目、1個目。1個目を見つけたことが大事。2匹いる、2匹いる。これは入ってくれるんじゃない？日も暮れてきたし。あー、江戸行きてーって顔してるよ。そうだ、二人揃って、江戸観光。うちの村に遊びに来ないか。入ったー。さあ、キーボー。入ったー、オッケー。よし。ということで、今日の最低ラインの目標はクリアできた。おー。殺意の高い渓谷が。あ、廃校か。廃校は、延茶された金リンゴも確かワンチャン出るんじゃなかったっけ？どうだったっけ？ちょっと待った、調べよう。出るな。1.4% で出るらしい。100個あげたら1個は出るわけでしょ。それはもう 100% なわけよ。バン！おー。やっぱ 1.18 の醍醐味だよな、この廃校の、このチーズ洞窟とか広めのところにぶつかった時にできる。こういう鎖のやつはね、結構迫力があるから好きなんだよな。さ、早速ということで、宝箱一発目。うん。はい、二つ目。おいしょ。あー、うん。まあ、悪かないんですけど。悪かないけど、まあ、グローベリー持ってるからそんなにありがたみもないんだよなっていう。もう、理論上、あと俺は90個あげたら出ることにはなるからな。90個近くを。まあ、2%だから。うん。まあ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 。引けない方がな。それではあるから。帰ろう。全然ダメだった。あ。これあれだな。動向脈だな。帰ろうと思ったが、この、あれか、花崗岩の近く掘り続ければ、一応無限に動向石が手に入るっていうゾーンには入ったが、
針が何が問題かって言われると、今は、マッピングだけしてこう。マッピングだけして帰りましょう。いつか銅を山ほど使う機会が来るかもしれない。まあ、いつかのために。OK。銅鉱脈。よし。とりあえず、地上の探索に戻りましょう。因縁の因縁の森の洋館が出てきたな。いや、森の洋館にも一応、インリンゴあるんだよな。エンチャントされたやつ。いやー、ワンチャンスにかけて取り行くのが俺今から。ワンチャン死ぬから嫌なんだよなー。ちょっとこの辺から不法侵入しよう。お邪魔します。どうも、こんにちは。別にいいんだけどな。来なくて別にいいんだよ、ここは。死のリスクが高いだけなのよ。お、早速チェストだ。あー、レコードと火薬は持って帰るか。レコードは普通に嬉しいかもな。さあ、不死の到底も遅れ。で。うわー、全然聞かねえ。よし。すいませんね。ちょっと、お邪魔します。ありがとうございます。その不死の到底が欲しかった。はい、チキン。チキンも確か、ラピスブロックとか入ってたっけな。うわ、入ってなさそう。ごめん。ただ、いただいたチキン壊してるわ。バン。なかったみたい。邪悪な司祭とかだよな。多分あるの。おー。どうも。すいません。あーでも、持ちきれ。あ。一応左手でこっちを持っていた方が安全か。今、サーバーの設定がこれ、イージーだから結構楽にはいけてるんだけど、ハードとかすると普通に敵強いですからね。困れないように気をつけないと。それはボコボコにされて死んじゃうっていうのが全然ありますから。おー、びっくり。角からのビンディケーター。お、宝箱。おいしょ。あー、こっちじゃねえんだ。どうも。こんにちは。No! お邪魔します。ダメだ。本当に危険な部屋しかねえ。やっと。出た。この、一見宝部屋に見えてなんもないやつ。全部壊しちゃうかも。多分、もう、すべての部屋を、あさり尽くした。しょうがない。まあ、演出された金リンゴは出ませんかったが。まあ、ただ代わりに、まあ、トーテム二つ手に入ったんでね。これはこれで、取っておいてもいいんじゃないでしょうか。まあ、最悪誰かにあげよう。よし、ということで、探索の続きに戻ります。ん?これよく見たら、粉雪だな。普通に場所によっては普通に死ぬから嫌なんだよな。これ、あ、やばい。サメ。壊れたゲートがある。インブロックもある。ただしいて言えば手持ちがいっぱいである。一応確か壊れたポータルにも演者されて金リンゴは何パーかで出たはず。確かめちゃくちゃ少なかったはずだけど。はっ。ズボン3連だ。ああ、ミケネコ。どうやって連れて帰んのこれ。魚ないけど。すごいよくタラなんか持ってきてねえよな。待って、俺釣りだ持ってなかったか。エンダーチェスト入れてたよな。あるわ。あったわ。これで何匹か釣って、チャレンジだな。よし。5匹もいや、仲間になってくれるだろう。あ、いや。おい、待ってくれ。ほら。草邪魔だな。草めちゃくちゃ邪魔だな。逃げ足が早く俺の猫を追いかけるスピードが早いか。さあどうだ。おら、魚をくれ。待ってくれ。よし。よっしゃーちょうど大きい。いやー、よく仲間になってくれた。名前はミケゴロウにしよう。あ、ちょっとこれサーバーの都合で立てねえんだよ、この猫。頼む、立ち上がってくれ。でも、このサーバーの裏をついた技があって、いや、裏もついてないんだけど、魚を上げた瞬間だけなぜかクリックが判定、有効になるっていう謎の仕様があって、鮭を上げよう、鮭上げて立たせよう。よし。これで、魚を上げた時だけなぜか立ち上がる。よーし、こっちだ。これ海まで繋がってるだろう。帰ります。
まだ地図全部は見切れてはおらんかったが、ただ、大事な大事なニャンコを手に入れた。これは大事にしましょう。名前なんだっけ？最悪だ。名前つけて3秒で忘れた。ミケゴロだ、ミケゴロ多分。冒険途中で切り上げてきたけど、ついに念願のミケ猫を手に入れた。一番和風の街に似合う猫。例えば地味に、この辺にも、猫を配置しました。なんか、なんとなく猫が多い街にしたいなぁと思ってて。はい。まあ、クリーパー対策にもなりますし、ファントム対策にもなるということで。はい。各所に猫がいますってこと。やったー、ミケ猫が増えた。子猫に全部食われた。あー、行かないでくれ。自由奔放にならないでくれ。一回乗っとこうな。よし。これはちゃんと言おう。もう限界だ。これから猫使っていくっていうのに、これをやっちゃうと、ラチが上がれ。よし。ということで。間違った名前つけたから全然顔合わせてくんね。合わせてくれた。ニャンベーダー4世です。よろしくお願いします。これで名前は忘れないな。よし。ちょっとまだ見てないとこもありますが。続いて、値段にちょっと行きましょう。よし、準備完了。一応左手には不死のトーテム。ビビってんな。よし。確かね、初めてネザー来た時に、廃要塞というか、ピグリン要塞の方を見つけてはいるので、そちらの方に、行きましょう。確かこちら辺。はい、ということで、初めて来た時はチキって、さっと行って、さっと逃げていきましたけども。俺、旗の目を拾わなかったっけな拾せだっけ?15 秒前に名前つけたやつ、もう忘れる人間がな、1ヶ月前の記憶なんて覚えてるわけもなく。さ、ということで、殴り込んでみましょう。あ、これはそうか。一回サーバーリセットかかっちゃったから、進捗は解除されてるんだが痛えな。いや、痛くねえな。でもびっくりはしたな。俺は性格が悪いんだ。落ちない。バン。地獄見せたら、おらーっ。そんなに見ない。こいつ引っ張ったけど、周りのやつも怒るから嫌なんだよな。無視していきましょう。よーし。ということで、宝の部屋に、やってきたーバーカ言ってんじゃないよ。もうバレねえうちにやろう。よいしょく。さあ、ということで、入ってるか。よいしょ。あー、でもピグリン、ビッグステップか。これは、ちょっと嬉しいかも。もう一個。うわ。あー、鎖。金ブロック。はないか。他の部屋もちょっと漁ってみますか。ちょっとしょっぱいな。あっちら辺にも多分もうちょいあるよな。それを見に行く。上ら辺に宝の部屋ねえか。今一瞬ブルーとか見えた気もせんかったが、突撃。まあしないやろ。うわあこれは死ねるな。ちょっと待った。思ったより数が多かった。ちょ。一対一で戦え、卑怯者は。おら卑怯には卑怯だ。バン。さあ、もう一個。あー、残骸かー。あー、なさそう。はい、要塞だー。あっち方向にはね、もう要塞が2つあるんで、多分、廃要塞結構遠く行かなきゃないんですよね。で、可能性があるとしたら、あっち方向にまだ進めば、ホットな観光地。びっくりした。まあ、あっちら辺ちょっと探してみるか。まだもしかしたら、あるかもしれない。これでなかったら帰ろう。はい、ということで何もなかったで帰ってきました。このまま、動画閉めてもいいかなと思ったんですけども、ちょっとミツバチに関しては、ちょっと次回装置ぶち込むためにも、今のうちにちょっと増やしておかねばならないので、この部分をちょっと簡易的なミツバチ小屋にしますか。ちょっとそれで、ハニカム無限の方をちょっと、後日こしらえようと思います。今日は思ったより冒険が、いろんなとこ行けたから、成果は結構いろいろあったな。よし。ということで、一旦ちょっと適当に、ま、この区画だけでも十分かな。まあ、撤去のことも考えると土だな。土の方が楽だわ。まあ、多分あそこ倉庫になるというか、非常用の倉庫になる予定なので、あんまり余計なものは置きたくない。
はい、ということで立派な土の壁ができました。立派ですね。まあ、焚き火もした置くと仮定して、一旦ミツバチ。お、あー、出た。あ、急に出てきた。はい、ということで、2匹に花を与えることで、小ミツバチが生まれました。はい。まあ、ちょっと暇な時見つけてこの蜂を増やして、まあ、近いうちに花装置だな。花装置に、ハニカム源作りましょう。次回行けたらいいなって感じにはなってきた。で、あともう一個俺作りたいもんがあって、それがちょっと大掛かりな建築というかアトラクションにはなるので、結構今まで作ったのが多分一番でかい建築をする予定にはなります。場所だけちょっと見つかるとかなきゃやばい気がしてきたな。こっち側の、ちょっと開けた場所じゃないと多分作れない説があるので、この幅だけ、この道を通すって意味で、この幅だけ、ちょっと成長しましょう。例えば、こう、僕のこう日課というか、あ、こんなコメント来てるわ、みたいなのよく見るんですけど、その中のよくいただくやつですよ。どんなものをこう参考資料にしてるのかっていう、なんかそういう質問が来てたので、まあ、整地中暇なんでお答えするんですけど、大体、こう、3パターンぐらいあるんですけど、主に、ネットはよく使うし、まあ、現地に実際に足を運べたら運ぶっていうことも一応やってはいるんですけど、一番参考になるのってやっぱ本なんですよね。博物館とか行った時にやっぱね、そういう本結構取り扱ってるんですよ。ちょっと暇な時あって、そういう江戸系の博物館行った時あるんですよね。で、そういう時に、そこで売ってる本屋を見て、なんかおすすめの本とかないですかねつって聞いて、すすめのやつを買うっていうのをやったりだとか、あと個人的に、あ、これ写真もそうだし、これにするか、みたいなので買ってたりするって感じですね。江戸時代の暮らし方って本とか、CG で蘇る江戸の暮らしだっけ？確か、そんな感じのタイトルだったやつを最近はよく見てます。やっぱね、当時の生活を知るとね、やっぱおもろかったりするんだよねっていう。ふわっとした情報に、なんか、正確な情報が加わるとね、やっぱなんかそれに寄せた建築にもなってくるんすよ。なんか小物とかが多い気がする。なんか、こういう軒先の旗みたいな。なんか、あるんすよね、実際にっていう。なんか、そういうのはなんかやっぱ本とか読んでてよかったなって思う。まあ、ということで、僕が最近読んでる、参考資料の本のお話でした。いつもコメント助かってます。だいたい動画撮るときのトークの間ねえやーってとき、コメント欄に助けられてるので、質問とかでもいいし、感想とかでも何でもいいんで、はい。もし何かあればリクエストあると、喜びます。はい、ということで、とりあえず、軽く山を撤去しました。今回石が少なかったんで、割とすぐ終わりましたね。よし。これでまた、道が広がりました。道をここ拡大しようかっていう説もちょっと今考えてて、大通りみたいなものをやっぱ作りたいんですよね。このぐらいまでめちゃくちゃ広い道を立てるかもしれないっていう、そのうちやります。で、あっちの道ができたので、こっちですね。こっちも実は前適当な場所に区切っちゃってたので、まあ、だいたい、長屋の位置へ伸びるぐらいまで、まあ、ちょっと一回、適当に道の長さだけでも決めておきましょう。あ、そうだ、忘れてた。一個やりたいことあったんだった。こっちの裏長屋の方ですね。実はもう村人の家も満杯なんですよ。そうだった、忘れてた。そう、これも動画の中で建てようって思ってたけど、微妙にちっちゃいんで早く終わっちゃうから、どっか余った時間でやるかと思ったんですけど、それはいいじゃん。ということで、記念すべき長屋、3点目、どの辺建てよう。こっち、でも裏にも並べてんだよな。この辺に、ここだな、ここに建てましょう。裏に一軒建てます。もうパパッと建てるんで、ここは。今日はあれだな、麺残し消化街ですわ。もう、若干消化不良ではあったけど。バン。また、
消化できるやつは大体消化したもん。はい、ということで、最低限の設置だけ終わりました。本当にギリギリ家が建つ大きさです。ということで、最後に家建てて終わります。やっぱね、家、前動画やっぱ家1個ぐらい建てていかないとね、なんか落ち着かねえわ、もう。よーし、ということで、なんとなく、当たりはつけておいたので、実際建てていきましょう。もう爆速で建てます。この、目の前にある家が、もう一軒もコピペで建つようなイメージです。一瞬で建てましょう。はい。ということで、裏長屋が無限完成したんですけど、これは、向きを合わせた方がいいな何も考えず立ってしまった俺が悪いんですけども。ま、ただちょっと今後の話をすると、動線はちょっと良くしていきたいとは思っているので、この辺とかでやるバレないように、はい、移動できる場所を作っておきましょう。今回からちょっと明るさをちゃんと裏路地にも取り入れていきたいなっていうのと、点数余計を屋根じゃなくて、こういう、なんでしょうね、通路にも置いといた方が自然になるかなと、試しに大釜を設置してみました。ただ、軒下なので絶対ここに水は溜まらないはずなんですけどね。まか不思議。七不思議としてここに行く。残しておきましょう。なんかこうやって、長屋がなんか間に立つとやっぱなんかちょっとした、なんか街感というか、なんかわかりますでしょうかね、こういう、こういうのをちょっと作りたかったっていう。ここの村人用の住処だけではなく、こっち側にも建物建てないとやっぱちょっと裏っぽくならないので、こちらの方にも今度建てようと思います。面残し、もういろいろ紹介したけど、いろいろまた追加で増えたから。またまとめていつか紹介しましょうね。ということで、本日は、まあ、ミツバチ手に入って、三毛猫手に入ったっていう、はい。めちゃくちゃ有意義な回になりました。ちょっとまたこの裏の建物には、なんかまあ、製図家ガチャでも、裏でこそこそやろうかなと思っておりますので。まあ、もし額縁が出たら、はい、その時点で動画を撮ると思いますので、またお楽しみに、ということで。次回までに、ミツバチを増やしておきます。ということで、本日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。また次回もお願いします。それでは。